はい、どうも、ケイキュンです。今日ですね、ウィニーポスト9、2022続きやっていきましょう。2010年8月1週から難易度スペシャル引き継ぎなし、お守り使用禁止でやってます。さあ、行きましょう。まあ、今週はこの辺やね。はい、です。だけかな。まあ、どんどん行きましょう。そうやね。まあ、差しで行きます。3着勝ちたかったね。ウォロー最速、そしてイーブンロック、イーブンロック勝ちました。イーブンロック強いね。ウォロー最速もね、そこそこやるんですけどね。さあ、キング覚醒、そしてネーション、まあ、どっちか来ると思います。オッケー、順調。ネーション、まあとりあえず、まあこんな感じで、まあこいつはね、焦る必要ないですからね。あとはキング覚醒はまあこれでオッケー。で、8月3週、8月4週、4週、レインボーデビューか。まあいいか。8月5週まで進めましょう。大物クイーン。レインボーどうしますかね。海外、いや国内専念でいいか。レインボー1800いきますか。リーダーとぶつける、いやぶつける必要ないね。やっぱやめよう。こいつは何とも言えないですね。はい、じゃあ進めます。ウィーパンで、ネーション2着か。お、マック買った、久しぶりじゃない。大物クイーン大丈夫やろ。はい、大物クイーン勝ちました。アウェークレアが勝ったか。さあ、柵越えあるか。リーダー、そして大物キング。柵越え来ましたね。クレアシャレこれやね。クレアシャレやね。これか。さあ、まず大物クイーン。そして
いや、オッケー、行きましょう。2番人気中山ナイトか。リーダーどうだ。よし、勝ちました。で、大物キング、よし、勝った。オッケー、はい、大物キングが優勝しました。そうやね、まあ海外はね行く必要ないっす。ちょっとこいつは国内専念でいきます。ウィンバリエーションか、戦っとくか。さあ、あとは、大物クイーンは、まあそれでいいっすかね。まあ、海外持ってってもいいですけどね。根幹距離持ちやったね。まあ、ここ2戦使うか、まあ、もう1戦関係なく非根幹距離いっとくか。まあ、いっとくか。はい、これでいきます。まあ、ちょっと3戦使いましょう。あとは大物マックが勝ってましたね。 B プラか。まあ、やっぱその辺やったか。 C プラ、 B、 B プラ。1900、3400でも面白いとこ走れますよね。で、万世ですし、1900か。じゃあ、まあ2000、まあ1800いっとこうかな。で、3000いこうか。はい、これでいきましょう。4着。ニーファ最速アパパネに勝てないっす。勝ちました。ここは勝ったか。初めて勝ったね。ウィッパー2着。イーブンロックいきます。イーブン再びはいかないっす。アウェクレア、決めるの忘れてましたね。これね、向いてないっす。やめよう。で、キングレインボーで大物クレア、ニンファ最速、オッケー。ウィッパー、ウィッパーもちょっと決めようか。勝負だ。ニンファ最速、まあローテこれでいいか。キングウィッパーね。キングウィッパーはね、1500、2700。まあ、なんか取りたいみたいなないんすよね。まあ、適当に使います。まあ、G2 攻めよう。さあ、あとは、あとは OK か。これはね、
1500、2400、まあ、1400使って1600使って、まあ、1400いきましょう。ちょっとマイナス100なんですが、これでいきたいなと思います。レインボー、まあレインボーはねしっかり決めてほしいよね。よし、 OK、 勝ちました。大物クレア3着ニンファ最速、 OK、 勝った。アウェイクリスタル、そしてガベルクレア、まあこれどうすかね。今のところはいいっすけどね。よし、いい感じだね。温泉行っとく？まあ、一応行っとくか。リーダー、レインボー、賢さ A プラス健康 S。 さあここは、これですね、スーパークロー、まあ、とりあえずこれを鍛える。で SP アウェイクリスタル使わない、ガベルクレアも使わない、まあ進めます。アウェイクリスタル5着で、ガベルクレア一番人気か、まあトゥザグローリー、そしてローズキングダム、ダークシャドウとかね。ネクスト4着か。まあ、勝ってたらね、結構良かったけどね。さあ、いろいろいますね。騎手は完璧です。そして、この辺が決まったんか。まあ、とりあえず、進めます。大物クイーン。まあ、ここは練習っすね。ネーション最速、まあここは練習です。非根幹距離はちょっときついかな。お、勝った、関係ないって。アウェイクレア、まあここ練習、5着悪くない。ケンドル勝った。アウェイクリスタル2着。さあ騎手は完璧すね。イーブン再び、ネクスト、オッケー、勝ちました。イーブン6、ウォロー最速か。でアウェイクレア、海外2戦目っすね。2戦目で勝った。いいね。まあ、察しでいきましょう。2着か。エスパルシチ、1番人気。で、バーミリアンいます。キング覚醒が勝った。さあ、キングリーダー。はい、リーダー勝ちました。で、ウィッパー。さあ、ウィッパーも買って、まあ、順調ね。
はい、OK。チャンピオンステークス。英国シーズン最終戦。連覇なるか。イーブンロック。さあ取りたいですね。やってくれるかイーブンロック。イーブンロック、能力こんな感じです。あとは OK かな。リーダーいいね。まあそうやね。どうすかなリーダー。まあ、こういこうかとりあえず。大物キングはこれで OK。 まあパワーもねありそうっすね。まあ大丈夫やろこれ。レインボー、レインボーはね中距離か。まあ2000いっとこうか。まあ焦る必要ないのでこいつは。まあ、とりあえず国内1000年で使っていくので、キング覚醒。まあちょっと非懇願距離もねあるんですが、まあとりあえずこれでいきます。はい、じゃあ進めます。大物クイーン2着か。さあイーブンロックいけるか。1番人気。やっぱ世界戦って感じやね。まあ差し引くか。イーブンロック。いやーイーブンロックどうだ。踏ん張れ。ここ勝てばお前がナンバーワン。よし OK 勝ちました。勝った勝った。俺は際どい勝負ゴールの勝たないといけないところは必ず勝つ。それがイーブンロック。よしやってくれましたね。さあそしてウォロー最速。まあこいつもねなかなかやる。はい、まあ2歳はどうだ。3着もうダメそうやね。ニンファ最速でガベルクレア頑張ってほしいね。はい負けた。騎手は OK。はい、まあ行きましょう。菊花賞。誰もが未知の舞台。遅れてきた大物。
これかなりいいよね。よし、オッケー。イーブンロックがやってくれましたね。こいつアイリッシュパーティーです。まあイーブン系ね、イーブンの系譜。ロックが決めてくれた。イーブン再びさ、2年連続2着で、まあ良かったっすね、とりあえず取って。さあ次ウィパン。まあこの辺厳しいね。いやこれもう引退やろ。はい、これ引退でいいです。これも怪しいよね。賢さ G プラスか、厳しいね。3歳になったら引退です。ちょっと2歳見よう。これが海外2戦目で勝った。精神いいか。ただまあ1500から2400走れる。まあそれはいいよね。で適正も3冠いけます。欧州3冠いけます。まあそうやね。まあ持ってってもいいね。一応ホープ振るだけ出ようかな。まあ特にこれは意味ないっす。はい、じゃあこれで、ベルサイユ、ベルサイユダメじゃない。でイーブンリアルは、イーブンリアル、2着ダメやね。さあどうだ、勝てるか。4着か。まあ今回そのまま行こう。よし、勝ちました。お、ワードン勝った。ウィッパー、はい。そしてガベルクレア、まあネクストで。2着か、惜しい。ネーション、ちょっとこれ決めないといけないですね。全然稼いでないや。ちょっとしっかり稼ごう。ターフ、イーブン再びとイーブンリアルがいきます。でクラシックはネーション最速。大物クレア、マジ。てか1900、2200か、大物クレア。これ決めるの忘れてましたね。はい、オッケー。いや本当はね、一頭一頭しっかり見て、ちゃんと決めた方がいいんですよ。ただやっぱテンポ重視でね、やってるので。まあ、これすべて決めてたら相当時間かかりますからね。全然進まないですからね。ネーション。まあ、とりあえずこいつは決めとこう。1700、2500ね。まずはしっかり稼ぐ。話はそれから。で、あと、大物？大物クレアか。1900、2200。これもしっかり稼ぎたいね。はい、ちょっとしっかり稼ぎましょう。
どうすかな。1900。よし、こういきましょう。まあ晩成なので焦る人ないです。はい、じっくり使ってきます。で、絆余ってる。まあこいつ、こいつか。あとはスーパークロ。まあとりあえずこっちっすね。スーパークローが、レインボーと虹とリーダーです。さあ、あとはちょっと印やつ見てこう。ガベルか。で、キング最速。これとかいいかもね。ちょっと使っとこう。さあ、イーブン再び。そしてイーブンリアル。イーブンリアルはまあ先行、まあいいか、そのままいっか。どうだ。よし、いいね。これは嬉しいです。三着にギャロップ・ポストリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イーブン再び、まさしく日本が世界に誇れる馬です。取ったね。オッケー、イーブン再び強いね。さあ、ネーション最速やれるか。ブレームが一番人気か。で、ゼニアッタいます。まあウェルアームドとかもね強いですし、エスポールシチ、まあ差しでいこうかなと思います。さあどうだ。伸びてる。粘れるか。いいね。2年連続です、連覇。よし、これ完璧でしたね。狙ってるところはきっちり取る。リーダー、リーダーいいよ。剣道でいけるやろ。ちょっとこれ見たいね。この辺に勝てれば国内敵はいないっす。あー、やっぱだいぶ差あるな。さすが金引き強いね。あとスマートファルコに負けたね。はい、金引きやるね。まあこれからっすね、覚醒は。アウェーライザーの怖かった。お、柵越え来ました。晩成柵越え。はい、大物クイーン、そしてキングフランスで、キングウィッパー、 BC コレクター。ということで今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。